このトップとこのトップ、どっちが正解だと思いますか？答えはどっちも正解なんです。理由が知りたい方はぜひこの後の動画を見てください。こんにちは、森です。今回は、私のレッスン動画になります。会場は、東京ジャンボゴルフセンターです。今回は、トップの位置ですね、正しいトップの位置はどこなのかっていうところについてお話ししていきたいと思います。よく私もラウンドレッスンをしていて、なんか結構トップの位置ってどこなのって、どこが正しいのって聞かれることがすごく多いので、まあ多分見てる、この動画見てらっしゃる中の方もどこなんだろうと思ってる人が多いのかなと思ったので、ちょっとそれをお伝えしていきたいなと思います。はい、でそのトップの位置なんですけど、もちろん人によって体の硬さ、柔らかさいろいろあると思うので、人によって正しい位置が変わるんですけど、それをちょっと確認する方法で、まずポイントが2つあって、1つがいつも通り構えますって言った時に、多分柔らかい人とか、私とかも多分割と伸びてると思うんですけど、落としめた方とか、まあ、ちょっと腰が痛くてとかいろいろあると思うんですけど、こう最初からこう曲がっちゃう人はもう曲がった状態でも全然大丈夫で、その状態のままクラブを後ろにこうやって持ってってもらいたい。伸びてる、これを無理にこうやって伸ばす必要はないです。最初から曲がってる人はちょっと曲がってたらちょっとだし、すごい曲がってたら曲がった状態でもいいから後ろに持っていく。でそのまま、まあ、これでやったらクラブヘッドがちょっときついなっていうところまで顔の前に持ってくる。多分回る人はわーって回るし、きつい人だったらもうこの辺で終わっちゃうと思うんですよ。でそれはそれで全然大丈夫。それぞれの皆さんのその持った可動域内の最大値がどこなのかっていうのをこれで確認してもらいたい。できついなと思った位置がそのトップにおいて その上半身の、正しい位置、その人の最大値、その肩の見え方だったりとかでそれは確認してあげてください。私だったら構えますでこんなもんだから、このまま持ってって回します。だいたいまあ左肩見える、まあ顎触れるかなぐらいだなってのが分かるので、私の場合はここがトップ。でも人によってはすごいこう曲がっちゃう人いると思うんですけど、そういう人だと、まあ、やっぱ曲がっちゃってるんで、伸びてる人に比べたら回んないかもしれないが、それは一旦置いといて、それはそのままでいいの。この曲がったままやって回します。さっきの位置で言ったら多分曲がってる分だけ回んないけど、こういう人はちょっとボールよりも左側に左肩があるんだなとか見え方で確認。それならそれで OK で、これで肩のトップの位置においての肩の回転域、最大値がどこかを確認するが1個目で、2個目は手においてなんですけど、まあ、肩だけ回したってトップって作れないじゃないですか。絶対手上に持っていくものなんで、その手の位置ですね。結構人によってなんか肩ぐらいの位置なのとか、なんか先生みたいな頭の後ろまで持ってかないといけないのとか言われるんですけど、まあ、それもちょっと柔軟性もあるんで一概にここって言えないんですけど、1個言えることとしては、手バーって上げてった時にこの左の親指にクラブが乗っかる位置が必ずあるんです。みんなこうやってね。でそれが私の場合は多分頭の真後ろぐらいになるんですけど、体多分硬めの人とかだと結構小さいところ、浅いところで振ってがっつりグーって乗っかるんじゃなくて、ちょっと重さを感じるところが出てくるんですね。それが、トップの位置のその手ですね。手の場所です。さっきは肩やったから、その手の位置がその人の、まあ、正しいというか最大の綺麗なトップの位置なのかなと思います。なんで硬い人で本当は重さ、左の親指に重さがかかる位置はここなのに、それを無理に頭の後ろまで持っていこうとかするとうんっていって上体上がったりとかしてまた違うミスというか変な動きに誘発する可能性があるので、そこは無理せず。でそれをどうしても後ろまで持っていきたいよとかってなっちゃうと、さっきちょっとお話しした通り柔軟性を上げるとかちょっと練習場じゃないところでちょっと必要になってきちゃう、なんかやらなくちゃいけないことが増えちゃうんで、まあ、無理せずその人の持った正しいトップ、まあ綺麗なトップ、最大のトップの位置っていうのがさっき言った通り肩、回旋動作の最大値確認、手グーって上に上げてった時にクラブ持って手グーって上げてった時にちょっと親指にスッと重量かな、重さがかかったりがその人の正しいトップの位置、それを確認してあげると、あ、自分ってここなんだっていうのがすごい分かると思います。でこの2つをちょっとまとめると、まずいつも通りにアドレスをします。だこうなってる人はこうなってるでいいし、こうなってる人はこうなってるで大丈夫。その形を維持したままクラブを後ろに持っていく。ちなみにこのクラブ別に何番でも大丈夫です。クラブ持っていって、それでちょっと体がきついなって位置までその形を維持したまま回す。でそれで肩のこの回す度合いを確認してあげる。そのきついなと思った位置がトップでの肩の回旋で、もう一つがクラブをガーって振り上げていった時に左の親指に重さがグッてかかった位置、それがその人のトップの位置、持ってるトップの位置で、ぐーって回していって、ぐーって手を上げていくと、だから私だと頭の後ろになるんですね。人によってはこのぐらいになるかもしれない。でもそれはその人の持った可動域のトップの位置だから、それでトップの位置を確認してあげると、まあ、迷わなくて済むかな。でそれを無理に重さかかったに上げようと絶対にしない。それはせっかく作ったこの前傾が崩れちゃったりとかする違う原因につながってしまうので、それはしないこと。2つ、無理に伸ばそうとかせずに自分の持った前傾のまま最大まで肩回して、手上に上げてちょっと左の指に重さがかかった位置、これがその人の持ったトップの位置の確認の仕方です。まあ、意外と簡単なんですよ。だから結構こんな右肩に担いで肩回してとか言うんですけど、じゃあ肘どうするのとかって話になってきちゃうんで、この方法が一番なんか簡単に調べやすいかな。あとはその体の柔らかさとか硬さとか全然関係なく、その人に合ったトップの位置を多分すぐ分かる方法だと思うんで、是非家でも多分できると思うから、このまま是非画面の向こうで試してみてくださいで割とでも家の中だとできるけど、ゴルフ場に行くと力が入っちゃってとかでちょっと可動域が変わってきちゃったりとかするんで、まあ、できれば家でもそうだし練習場でもラウンド前とかでも1回確かめてもらって、でその位置で毎回振るようにしといてあげると、なんか不安要素がなく自信持ってショットに臨めるかなと思うので、是非これを試してみてください。今回の動画は、正しいその人のそれぞれの可動域とかその人に合ったトップの位置の確認の仕方でした。で私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。ラウンドレッスンなどもやってるので、ぜひ気になった方は、まあ、概要欄の方に Instagram のアカウント、あとはメールアドレス記載してあると思うので、そこから DM、メール気楽に連絡いただけたらなと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。